107やけど風が上げてるんで、はい、115ぐらい、はい、うん、先生このホール難しいところありますか。左グリーンの左がもう崖みたいになっちゃって、うんうん、あ、うわこれそしたらあの右の木の上 や, いいやって左はちょっとダメな感じです、はいはい、あと、うん、まあ立ちはだかるこの、そうやな、これはえ茂み茂みうわちょっと嫌だなこれは。うまい、どこ行った、まっすぐ行ってます、ピンのちょっと右、オッケーナイス、うん、オッケー、結構行った、うん、ちょっと大きめだけど、ね、でも、うん、全然これはありがとうございます。ちょっと私これ多分届かないんで、手前からのアプローチ頑張ってください。え、待って頼むよ本当に、俺勝ちたいからね、俺負けるの嫌いだから。じゃあなんであそこオーバーしたんですか、あんなに。あのごめんなさい、ここでまた反省会するのやめて。ほんでそこそこ俺のええショットもうちょっと余韻楽しんでくれて、ほんま悪いとこやで。まあええけど、攻めてくるんです。いや攻めてくれ、もうスタッフが寂しくナイスショットですね、俺に問いかけてくれたのよ。すごい切り替えが早いから、ありがとうな、ありがとうな。スタッフ優しくても私の本当にドボチってドボチって違うのよ。はい打て、もうほんまに本当頼むよ、ほんとに頼むよ。あはい。あ、届いた。はいはい、右手前。はい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 、はい、ま、右側に乗りました。うん、あなた、ナイスショット、ナイスショット。ちょっと。クロちゃんはどっちの派ですか？ゼロか100か、中途半端か。ゼロか、やめて。どっちか出ないじゃん。中途半端かってなんだ。中途半端な人か、もうゼロか100の人か。俺はパーセンテージで言うと、96% で黒。クロちゃんです。わわわわ、いやいや優しい、コラボレーションコラボレーションやね、どう考えてもゼロやない、なんでどう考えてもゼロやないか。クロちゃんですわわわより、うん、チャンミラですわわわの方がなんかすごい可愛かった。誰チャンミラ、チャミラさんがやってたんですよ、うん、番組で。え、いや違うの、別にそれが可愛かったですっていう報告を俺見てもさ、可愛くて面白かった、うん、いやだったらさコラボレーション2人もやったらいいんじゃない、だってね、うちらはね、クロちゃんですって言って、ね、お姉ちゃんです、わーわーってやってるんじゃない。あなるほど、うん、じゃあ一応チームなんで仲良くということで、はい、挨拶いきますか、ね、これやることによってやっぱね、はい、あの、うん、じゃあガチでいきましょう、はい、いきますよ。じゃあまず言っといてればいいですか。え、言っといてればいいですか。クロちゃんです、で、お姉ちゃんです、わー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 、はい、了解です、わー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 、はい、はい、了解です、いきますよ。クロちゃんです、モネちゃんです、わわわわ、閉店ガラガラ、もうええわもうやるだよ。あやるでもう。俺の大きかった、ちょっとあ、うわ、じゃあこれチャンスじゃない。そうだ、ミスれミスれミスれ、うわ転がら、うわチャンスですよ、チャンスね、あれは結構入れるの難しいですよ、はい、しかも思った以上に転ばない、そう転ばない、違うね、はい、転ばない、違うね、転がらないね、別に国語の勉強してないし。オッケー、分かった、これ長く持つからちょっと力の入れ方が分からないから短く持とう、お腹に刺さっちゃう、これペナルティなんですよ。ですか、はい、そうやね、アンカリングでそう、あの体こうやってくっつけるのダメなんですよ、はい、すいません、たまに出てくる厳しい真っ当な理由。シュンってしちゃう、シュンってしちゃうの、ゴルフ絡みになっちゃいます、マジのゴルフのルール、はい、たまに出てきますね。でも短くてこういう人います、はい、ミッシェル・ウィー、そうミッシェル・ウィー、そうミッシェル・ウィーっていう海外のすごい有名な女子プロの選手がある、はい、じゃあそれになります。でも185センチぐらいある、190、え、かっこ違うからダメなんですか、わ、はい、かりました、きちんと落ちます、はい、おっ、わー、喜び方や、なんちゅう会話や、びっくりした、びっくりした、わかるけどな、いやでもちょっと強かったから入らんかったけど、ラインは合ってた、
すごいわ。上達早いです。うわ、もうやばい。いやこれ。さすがクロちゃん。よかった。いらっしゃ。師匠ありがとう。これやな。俺が入れたらでもな、まだわからん。お先でーす。どうつ。オッケー。オッケー。はーい。それ入ったら M1 勝てます。よっしゃ、悲願の M1、 M1、 悲願の M1、 ごめんなさい、第2回 M1 チャンピオンなんだよ。あの、外したら芸能界から消えます。消えます。いや、恐ろしい選択肢。もう一回取って、もう年齢制限っていうか、コンビ組んだ年齢で出れないから。もう一個の選択が、これ外したら芸能界が消える。いや、俺まだ頑張らんとあかんねん、はっきり言って。3歳の子供おんのよ、今。頑張らんとあかんのよ、ほんま、マジな話や。じゃあ、わかりました。うわ、開いた開いた。やった、今回勝った。さあ、このホール、はい、稲見プロ、クロちゃんチームの勝ちです。やったー、勝ったしよー。同点です。さあ、同点でいい勝負です。あ、いい。70ヤードぐらい。うわ、70ヤード、打ち下ろし込みの70ヤード、はい、あ、こっち。まさかこれ、ティーショット。クロちゃん、クロちゃんです。私、あれ外したけどよかった。あ、そうか、そういう。でもまあ、私が最後に決めたから、次はクロちゃんが勝たなきゃいけない。でも勝つためには、でも当選とシャーツ。うん、そら、クロちゃん行こう、はい、練習場で最後に打って、あ、飛んだって言ったのがあるじゃないですか、はい、あれと同じぐらいの距離です。そんなもん。はい、そんなもんです。おー、いい感じです。あの、一つ聞きたいんですけど、はい、褒められて伸びるタイプか、けなされて伸びるタイプ、どっちですか？性格的にはけなされた方が好き。オッケーです、はい。いや、なんか今なるんかい。別にオッケーですって何もないやん。いや、結果黙ったって。結果黙ってんのよ。もう一回でしょ。さあ、次のティーショットは黒川明人さんです。フルネーム。スタートホールね。行くしんよ、行くしんよ。クックドゥドゥドゥ。でもいい、おいい、おお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 おET。 いいですか、お二人チーム、いいですか、もう、はい、大丈夫、十分です、やりました。抜群ですよね、チームワーク。本当にびっくりしました。いや、まさかまさかの噛み合ってるってどういうことやね、お前ら。決別宣言、はい、います。70ヤード。おお、いいんじゃないですか。いやいや、全然全然いけます。オッケー、はい、ありがとうございます。どうも、うまい。さあ、こっからや、勝負は。ゴルフに関してはもう、ドハマりがもうずっともう10年続いてるわ、これ。長いですね。うん、ほんま面白い。花丸さんも結構うまかった。あ、花丸さんもうまいし、はい、そやな。まあ、当然芸人やった蛍原さんとかね、やったりとか、みんな大好きやもん。ノブさんも大好き。ああ、そうや、はい、千鳥のノブちゃんもハマってるみたいやな、はい、あの辺ノブコブ。オリンピックの時に、うん、あのノブさんからインスタフォローしていただいてて、あら、ま、すごく嬉しくて、そこから何回かもやり取りもしていて、ごめんなさい、あの番組も出させていただいて、プライベートでラウンドも行きました。すごいじゃん。なんかちょっとすごいじゃん、言ってる場合違うのよ。ノブのトークするときと我々絡んでるトークときの輝き方が全然違うのよ。え、一緒じゃないの？全然ちゃうわ、ほんまに。ノブの話したら急になんかトーン、ワントーン上がってるやん。本当？当たり前やん、ほんまに。クロちゃんと楽しいだしよ。いやー、やったしねー。見てみろ、ここ後輩芸人みたいになってくらってるやん。飲み会の後輩芸人になってくらってるやん。もう飲み会の後輩芸人ですか。要するに先輩芸人が飲み会で全然もう気緩んで、はい、もう適当に振ってこあじられる後輩やもん。いや、おかしい。いや、そんなんじゃないもん。仲良くなってるから。あじらってるらしいよ。あじらってた。楽しくなってきた。全然遠方公園、ふ前方公園だしんよ。ほんとは前方公園だしよ。輪郭天皇のお墓だしんからね。次打つらしいよ。いや、行きたい。難しいよね、これグリーンが。いや、なんかどれぐらい転がるのかとか。あー、高麗やからなかなか、はい。いや、だから昨日の試合の感覚あるからちょっと違うんだ。そうなんです、うん、その場所によって違うんですか。全然違う。
転がる。あ、結構転がる。あれ決めてほしいだし。あ、いけるいける。いけるいける。跳ねた。うわ、なんじゃこれ。なんじゃこれ。松田優作。ちょっと待って。なんじゃこれ。やばいぞ、これは分からんぞ。これちょっと下りなんで。あんま強く打たない。そう。弱く。クロちゃんが入れれば、プロクロちゃんチームの勝利。そんなことはない。ピンに向かってまっすぐ構えて打ってくれれば。あ、分かりました。これもまっすぐのライン。こうね。うわ。はい。いきます。うわあ！でもタッチ合ってる。すごい。タッチは合ってる。うわ。南？タッチの南って誰がわかんの？朝倉みなみね、タッチのみなみ、南風、どうでもいいね、喫茶店、やかましいよ、どんだけタッチでかぶせてくるね、ちょっと、ちょっと、ちょっと、それザ・タッチや、全然笑うてへんやろ、おい、やばいな、おい、プロ、先、プロ入れて、先押す、はい、オッケー、さあ、ちょっと曲がったよけど、曲がった、ちょっと曲がったな、でもまあまあ、しゃあない、それはしゃあない。どういうノリやこれ。いや、ハハやねん。どういうノリや。グーやれへんわ。うわーやれへん。エドハルビ。なんで急にエドハルビや。アンガールズからエドハルビ。グー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 やれへん。腹立つな。これ勝負の大事な一打ですよね。わからんわ。チチキチ。チチキチ。そんなやつおらんわ。いや、こだま響きはええねん。もう覚えてるんだ、チチキチ、こだま師匠の。チチキチの絆創膏を貼ってた。貼ってたんかい。もうやるで、もうこれは。もうやるで。もうやるわ、もう。OK! ありがとうございます。あれ外したら良くないしね。ありがとうございます。岡田チームの勝利です。一言言って、ある意味お前らええコンビやな。お前出来上がったな、コンビとして熟成されて。ということで岡田チームの勝利でございます。ありがとうございます。どうですか、3ホールやってみて。うん、岡田さんどうでした？まあまあ、楽しくやらせていただいて、ただでも3ホールというか、もう今回ね、何回ですか、プロと一緒にやらせていただいて、イメージ変わったわ。かわいいって方ですか？かわいくない。かわいくない？おもろい。なんか嬉しいんだ、それです。おもろい、しょいしょいしょ、どういうことや。いやいや、どういうことや。わからんわ。よしよしよし、あれは本当に。いや、でも楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。クロちゃんどうでした、今回初ゴルフ初ショートコース、どうでした。上手くなったシーンよね。上手くなった。いや、本当に僕やったことなかったから、どんなものかと思ったら、いや、めちゃくちゃ上手くなったから、いや、最後ね、惜しかったなと思ったの。いや、このコンビで世界目指します。違う、ごめんなさい、一瞬助けの目指すやめて。あなたコンビですから。急に変わらないよ。急にそうですよ。そうですよ。これですよ。いやいや、わかんないけど、上手くなるって言ったじゃん。美女と野獣的な。あ、美女と野獣や。やるしんよ。食べちゃうよ。言ったらそっちで、さっきまでは乗ってたじゃん。え、なんか終わりが近づくにつれてやらなくなった。知らんわ、ほんまに。閉店からが。いや、簡単にやるのやめて、俺のギャグは。それも片手に雑に、ほんまに。あかんで、ほんま。全部、でも楽しかった、本当に。いや、楽しかった。ありがとうございました、本当にね。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントと、いいね、たくさん。まあ、荒れそうですけど。めちゃめちゃ荒れるわ。いや、けど、本当に俺上手くなりましたから。いや、正直、センスありです。いや、嬉しい。うわ、ええこと言ってくれたプロが本当にな、うん、ちょっとまたあんなのもうちょっと上手くなりたいんで、はい、今度ちょっと教えてください。仕事で、はい、仕事で、はい、急にそこは仕事のスタンス、急に丈夫、プライベートはダメです、はい、そこの一線は越えないでください。で、岡田さんもセットでお願いします。いやいや、一人じゃきついからじゃないのよ。ほんで手軽に俺してくんね、小粋に突っ込むから。ちょっとやめ。いや、ほんとなんだろう。ほんまにおもろいわ。ありがとうございました。じゃあ、じゃんじゃんお願いします。お願いします。バイバイ。最後
後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をします。楽天ゴーラより全国約2000施設のレッスンスクールを検索できるサービスのご紹介です。趣味で悩んでいる方も専門家のアドバイスでゴルフがさらに楽しくなるかもしれません。ぜひ検索してみてください。概要欄に URL を貼っております。予約もできますのでぜひ自分に合ったスクールを探してみてください。これからも応援してね。バイバイ。